ジュリアン・アシュトンはイギリス生まれのオーストラリアの画家、美術教師である。シドニーのジュリアン・アシュトン美術学校の創設者である。サリー州のアダルストンに生まれた。父親は裕福なアメリカ人で、母親はサルデーニャ王国の貴族で外交官のロス氏の娘だった。父親はアマチュア画家でもあった。ジュリアンと弟のジョージは父親から美術の手ほどきを受け、 ジョージも後にオーストラリアで挿絵画家、イラストレーターとして活動した。幼い頃、コンボールのペンザンスで過ごした後、1864年に父親が亡くなった後、家族は経済的に混乱に直面し、ロンドンに移り、アッシュトンは15歳で鉄道会社の技術者として働くようになった。ロンドンの美術学校の夜間のコースで学び、3年後に、 シャターボックスやカッセル、S マガジンといった雑誌の差し絵を描くようになった。1873年に数ヶ月、パリのアカデミー・ジュリアンで学んだ。ロンドンでイラストレーターとして働きながら、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの展覧会にも出展した。1878年にロンドンを訪れたオーストラリア、メルボルンの新聞、ジエージの写手とイラストレーターになる契約をして、 1878年6月に家族でメルボルンに移りラストレイトットオーストラリアニュースのイラストレーターとして働き始めた。1881年に雑誌オーストラレジアンスケッチャーウィズペンペンシルに移った。1883年にシドニーに移り画集ピクチャレスクアトラスオブオーストラリアの写真を描くために 1886年までオーストラリア各地を訪れた。1886年から美術教師としても働き始め、1887年にシドニーにスタジオを開き、肖像画も描き始めた。1887年から1892年の間、ニューサウスウェールズ美術協会の会長を務め、1892年から協会の絵画教室を指導した。 1905年にシドニーに自らの美術学校を設立し、1906年にシドニー美術学校に改名し、1935年からジュリアン・アシュトン美術学校に改名された。この学校で学んだ学生にはジョージ・ワシントン・ランバートやエリオス・グジューナーラがいる。1930年に大英帝国勲章を受勲した。1941年に自伝。 ナウケームスキルイブニングオンを出版した。91歳で亡くなる、少し前まで学生を指導していた。ありがとうございます。